ロフトです。マーケッターのバイブルと聞いてあなたは何を思い浮かべますか？俺はこれ、ハイパワーマーケティング。どうしてバイブルと呼ばれると思います？実はこの本、マーケッターが手元に置いて書いてある通りに実践すればビジネスがうまくいくと言われていまして、2015年11月、実はあるセミナー会場で、あるマーケッターから教えてもらった本なんですよ。その人も、ハイパーマーケティングを参考にして、ビジネスがうまくいっているようでした。もともとAmazonで普通に売っていましたが、2016年の途中から急に値上がりし始めて、多分絶版になってしまったんだな。でも、なんでマーケッターのバイブルとも言われるこの本が絶版になるんだと不思議に思ってたんですよね。そしたら2017年10月27日に新訳版として再版されたじゃないですか。ようやく普通の値段で買うことができると思って Amazon をチェックすると在庫なし。書店で購入しましたよ。いやー本当に嬉しいですね。それで早速読み始めたんですけど、内容の濃いことったらないんです。17章中15章にアクションステップがついていて、読者がワークを通して内容を確認したり実践したりできます。またあれなんだっけと疑問が出たら繰り返してみるというふうに参考書のように使うこともできるんですよ。個人事業主、企業のマーケティング担当者は買っておくと非常に役に立ちますね。実はこの本、原書は結構古い本でして、今回で3回目の翻訳なんですよ。一つ前の翻訳書は、役者の主観が入ってるとかいないとかで賛否両論があるんですが、今回は今回で章の順番を変えているのが問題だ、なんだ、と。まあなかなか全ての人に満足してもらうのは難しいことだなって思います。まあ、書評を書いている人がいかに自分が賢いかをひけらかすことが目的だったり、炎上マーケティングだって言ってあえて酷評したりしている可能性は否定はできないんですが、まあそういった歴史のある本ですが、ずっと欲しかったので手に入れることができてとても嬉しいです。千人さん直伝の速読法で読んだんですよ。15分速読法といって、興味がある人は X ブッダゴールドというプログラムに入ってもらいたいんですけど、15分間で本を読んでしまおうっていう速読法なんですね。まあ名前を聞けばわかりますよね。え？15分で一冊読めるんですか？すいません、その方法を教えてくださいと言われそうなので軽く紹介します。15分間速読法、5つのステップ。1、目的をはっきりさせる。2、大事な〇〇を見つける。3、大事な箇所を〇〇〇〇〇する。4、インデックスカードに〇〇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 
さらに忘れてはいけないことが2つあります。タイマーを使って15分で読書終了。これは読み終わっていなくてもってことです。で、決して読み返さない。読むのは一度だけ。OK ですか？それでは今回俺が読んだ内容をシェアしようと思います。あ、そうそう。忘れていたけど、本を読む前に重要な儀式があるんです。どんなことをすると思います？本を要約する言葉を考えるんです。この本を一言で言い表すとしたら、あなたはどうまとめますか？やり方を教えろって思うでしょうから、紹介をしますね。本の表紙、帯の言葉、目次、前書き、後書きなどを見て想像するんですよ。そして自分の言葉で表現します。俺はハイパーマーケティングに
人生を変える話をしようというサブタイトルをつけました。なんじゃそりゃ。これマーケティングの本だよ。自己啓発じゃないんだけど。そんな風に思いましたか？あなたの考えていることは半分正しくて半分間違っているんですよ。まず、ハイパーマーケティングはマーケティングというの本というのは正しいです。しかし一方で自己啓発の本であるとも言えるんです。なぜか。まあこれはまあ読んでもらうのが一番ですけど、今回の俺のように俺の人生にどう影響するかというテーマを掲げて読んでみたら、まあとても面白い結果が出てきました。もちろんマーケティングの要素もありますから安心していただきたいんですけど、情報量満載で1回のそれも15分間の読書では全てをインプットしたりアウトプットしたりするのは難しいです。ですので何度も何度も繰り返して読んでいくであろうこの本。今回は以下を目的としました。人生を変える話をしよう。他業種の成功事例から学びなさい。多くの人は同業種の人と比べたがるんですよ。そして同業他社がうまくいったらその方法を真似て、まあある程度うまくいくじゃないですか。でもそこが盲点なんですよ。でもさ、ロクちゃん、他の業種が俺の仕事の何がわかるんだよ。俺にはそんな机上の空論は信じられない。はい、信じられないのは最もだと思うんですよ。俺も最初は信じられなかったし、まあ、スポーツの考えを会計に取り入れられるなんて思ってもみなかったんですよね。でも、学ぶ意欲のある人はどんなことからでも学びます。それが他業種の成功事例で、あなたのビジネスと何ら関係がないことだとしても。でも、よく考えてみてください。あなたの同業者たちも、同業の成功事例から学びます。ほとんどの人が、同じ成功事例を学んだら、あなたは差別化できますか？そこに大きなヒントが隠されています。必ずデータを含めなさい。仮にあなたがデータの意味を正確には評価できなくても、お客さんはデータを好みます。ですから、何かしらデータを入れて表現をすることを心がけましょうって書いてありました。いいですか？たとえ精通していなくても、データを入れることを心がけましょう。そうですね、俺もジュニアコピーライトとしてデータを含めるように心がけます。そして何か事実の引用をするときは個別で具体的に述べていくと効果的だそうです。その時に一般論は言わずにあなたの考えでなぜそのような事実に至ったかを語ることが重要です。新しい方法を常に探しなさい。今、あなたがどんなことをしていたとしても、自分の成果を最大化するための、より良い方法を絶えず見つけるようにしましょう。そして、時間、お金、労力を最大限かつ最良の方法で使うにはどうすればよいか考えましょう。努力をしたら、そこから最大限の成果を必ず得る。機会を得たら、それを最大限に活用する。一日一日を、手にした1ドルを、人間関係を最大限に活用しろと J は言います。なんだよ、ロクちゃん。やっぱりマーケティングの本じゃん。まあ、そう思うかもしれないですね。ここから自己啓発的になってきますから、ぜひ覚えておいてもらいたいです。大切なマインドセットを紹介します。人生は全力でプレイしなければならない。適当に働いて、適当に遊んで、適当に食べて、適当に寝て、まあ人生なんて適当で良いと思ってないでしょうか。人生は瞬間瞬間の積み重ねです。適当な瞬間を重ねることもできますが、それであなたの人生に何が残るのでしょうか。あなたがバレないと思っていても、手を抜いてるのと本気でやってるのとは、他人が見ればすぐに区別がつきます。他人がどうのこうのは関係ないんですけど、自分で自分を欺くようなことをしていると、あなたにはデメリットしかありません。
自分を欺くことで、あなたの中には不一致感が生まれ、その不一致感がミスコミュニケーションの原因になります。人生を全力で生きる。全力で生きて初めて次へつながるのです。1分1秒に全力を尽くすことを重ねることで、あなたの人生が開けていくのですよ。とは言っても、ロクちゃん、一体何をすればいいって言うんだい。自分が求めていることがわからないよ。あなたはそう思うかもしれないですね。もっともなことです。なぜなら、人間は自分が求めているものがわからない限り、それを手に入れることができないのですから。あなたが本当に求めているものは何ですか？そのものが必ず得られる道はどこですか？その二つをしっかりと考えてから前に進みましょう。大丈夫。まだ間に合いますから。あ、そうそう。J といえば、仙人さんも24時間音声を聞き続けたというエピソードがありますね。J の教えを探求心を持って学び、実践し、成功を収めている仙人さんの秘密が暴露されているという噂を聞きつけました。詳しく知りたい人は以下の URL をクリックしてみてください。未来のビジネスはすぐそこにある。